えー、おいさん。女性10代、えー。私の友達に父親から性的虐待を受けている子がいます。ああ、これですね。重いやつです。おいさんの友達が、えー、お父さんから性的虐待を受けていると。彼女はとても頭がよく、学業に真面目で人柄が良いため、相談を受けた時には本当に驚きました。彼女を曰く、性的虐待をする父ということ以外は、至って普通の親とのことで、彼女が我慢すれば、家族の幸せが保たれる。 と笑っていました岡田敏夫さん私は彼女に何ができると思いますか本当に大きな問題の前では高校生は無力で何もできないと分かっているのですが私は彼女の力になりたいです私は友達を犠牲にして家族が成り立っている状態など絶対にあってはいけないと思いますですが表面上は幸せな家族を維持したいという気持ちも理解ができますし彼女の考えも尊重すべきだと思うのですが特に多感な時期の少女にはあまりにも辛いと思いますすいませんとりとめのない文章になってしまう 私と友達は高校1年生ですこういうね相談を受ける時のルールがそれはあの相談者の問題を考えるなんですよ。つまり、相談者のの友達の問題は、 どうしようもないんですよ。本人が聞いてくれないとどうしようもないから、僕はあの老いさんの問題を考えます。あの老いさんに問いかけるしかないんですけれども、老いさんがあのもし友人のお母さんならどうしたいですか、どうしますかっていうことなんですよ。つまり自分の夫が自分の娘に手を出しているというふうに娘が。 言ってきたらどうするかです。自分がこの子の母親だったらってちょっとね高校生に難しいかもわかんないですけどそれで考えてみてくださいつまりこのことを娘が言い出せなければ幸せな家族だったのにと本当に思うのかどうかですねでもし娘がち打ち上げてきたらですね「なんでそんなこと言うの?」って私たちの幸せが壊れるでしょあなたが黙って我慢さえしたらみんな幸せだったのにっていうふうに「おいさんが母親だったら言いますか?」と。 ここちょっと一回考考ええてみててみくくだだささい。い。リアルにに本当に考えてくださいもし自分がおいあのこの子の母親だったらどういうふうに娘から打ち上げられたらどうするんだろうかと母親のおいさんがもしあ,のあなたはだから黙って我慢すべきと考えるんだったら多分そもそも僕に相談しないと思うのでう行動するしかないと思うんですよ相談者の。僕に相談してくれたあなたのですね、お母さんに相談するのがいいと思います。で、お母さんの OK がもらえればですね、 友達をです、ね、おいさんの家で保護してあげる。 つまり、家に泊めてあげるわけでで、すねで。学校もおいさんの自宅から通えばいいわけですよあとは友達とおいさんあなた自身とおいさんの母親との3人で話し合って今後を決める考えるのがいいとは思うんですけどねなんかね一人人ね、大人の第三者入れた方がいいんですよ。もしおいさんのお母さんが味方になってくれなかったらつまりいやそんな世の問題ほっときなさいとかそんなこ付き合うことはやめなさいというふうに言われたらこの場合はもう第三者の大人に頼るしかない のでえー、その友達にですねお母さんに相談してみようよとつまり次は友達のお母さんに相談してみようと信じてもらえなかったり否定されたりしたら今度は児童相談所に行こうとまあ、そういう相談所いっぱいありますからですねこう話して、 で話すときに友達の反応ですね表情とかですね何に怯えて何が辛いのかっていうのをよく観察してくださいもっと早く相談すべきは自分の母親なのになんで相談できなかったのかというポイントがちょっと見えると思うんでですねそこを見てくださいあの今コメントでいやそれはお母さんの悩みって出たんですけどももうすでにこの家庭は壊れてるんですよすでに壊れていてお父さんが加害者でおいさんの友達が被害者で 残りの家族もですね、そういう問題があると知らされていない、いわば間接的な被害者なわけですね。だから幸せな家庭を壊すではなくて、すでに壊れている家庭をどうやって立ち直らせるのかっていう話なのでですね、もうどうしようもないと僕は正直思います。これでもですね、あの話つまなかったらですね、えー、今日のこの配信これはあの無料で取り上げてますのでですね、友達に見せてください。で、友達に あの今自分がどう思っているのかの問題を整理してどうしたいのか自分で相談文を書いてっていうふうに進めてアドバイスしてです、ね、投投稿稿フォームかららしてもらってもっください。そしたら僕は相談者の問題を考えるというモードに入れるからですねもうちょっと具体的なことが言えると思いますんでですねとりあえずは、えー、おいさんはまず自分がこの子の母親になったつもりでどうするか考えてその上で自分自身の母親に相談するという 1>, 1、に1回ギア入れてみるのがいいんじゃないでしょうか。えー、重たい。うん岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩、ですねだいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、よろしく